いよいよ発表になりました、久々の5人なにわです。実はねこれ最後の5人っていつやったかなって考えてみたんですよ。確かね2006年1月、六本木の STB ですね、今はなき STB、正月 2days やったんですけど、これが最後の5人でしたね。その後、翌2007年の、30周年に向けて、そしゃ行っとこうかっていうところから約1名が非常に忙しくなってしまって、4人での活動が始まったのがちょうどその頃だったと思います。それからもう8年も経ってしまったんですね。でも実は2年前の、年末です、東京クロスオーバーナイトっていうのがありましたね。であれで実は5人なには久々に復活という話がありました。リハーサルもちゃんと大阪でしたんですよ。もうそれは素晴らしいリハーサルです。ああそうか、やっぱり5人のなにわってこん、いやーやっぱ気持ちいいみたいな感じで、もうみんなご機嫌で、もうリハーサル終わってからもう焼肉を食い倒したわけですけどね。まさか本番前の日に東原力也の手があんなに腫れてしまうとは、誰も思いませんでした。残念ながら寸前のところで披露できなかったわけで、去年もちょっと1回トライしたんですけど、どうしてもスケジュールが合わなくて、てな形での今年は3度目の正直の5人なにわということでございます。もうこの奇跡の5人ですよ。本当に今度はたっぷりと11月、残念ながら大阪と東京と2カ所だけではございますが、皆様方何とぞスケジュールを調整いただいてですね、この奇跡の5人の集結をがっつりと体験していただきたいと思います。久々の5人なには期待してください。ゴーゴーゴーメス。